イオンモールリンクウセンナンは大阪府セ南市に立地するイオンモール株式会社ウニエのモール型ショッピングセンター2004年11月12日開業2007年9月22日に名称をイオンリンクウセンナンショッピングセンターから上記名称に変更したイオンモール初の関西施設で イオンなどのイオングループ関連店舗などのほか、170の専門店テナントが出店している。大阪湾に面した2階西側には、フードコートの外部スペースとして展望でき、サンセットテラスが設けられ、対岸の関西国際空港を発着する航空機を見ることができる。トーモールは、臨空タウンの敷地を定期借地権により、大阪府から借り受けたものである。開業と前後して、 周辺部に企業の事務所や工場が建設されている。トーモールとン空プレミアムアウトレットの開業により、沿線道路の不動泉佐の岩出線の交通量が増加し、休日に激しい渋滞を引き起こす要因にもなっている。2017年4月には全体の75%を刷新するという大規模なリニューアルを行った。2017年10月23日現在、 出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。リンクータウン駅からの、路線バス南海ウイングバス南部によりリンクータウン駅、泉砂川駅、小崎駅からの路線が運行されている。このほか、土曜日、休日に和歌山バス長により、 岩出駅からの路線が運行されている。運行時刻の詳細は公式サイト、電車、バスのアクセスを参照。徒歩県内の最寄り駅は南海線、樽井駅である。同駅の南場寄りにある踏切は、元は集合住宅地に通じる一般踏切であったが、東洋クロス、樽井事業所の業務拡大による用地確保の関係で、同事業所の構内踏切とされたため通行できない。 その代替として、南海線をまたぐ、歩道橋が建設されている。また、道線の片浦駅からもアクセスできる。ありがとうございます。